水産の、奈良浜町の水産の立ち入りです。あら、誘われていい気分になったんですけど、あら、どうぞどうぞ。あら、え、これわざわざこの、はい、わざと、え、あ、これね、よいしょか、わー、ね、これは団子もだいぶ火が通ってしっかり、はい、いや、美味しそうな、いい香りがしますね。そうですね、椎茸と人参にごぼう、ネギと、はい、あ、柚子入ってる。あ、さすがですね、さすが奈良浜町の特産の柚子、ね、じゃあちょっとスープいただきます。いただきます。あー、素朴しみるね。そうですね、水筒、はい、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、これはツルツルで滑らか。いや、でもしっかり味染みてますよ。染みてますか。だしの味が美味しいのはもちろんですけど、やっぱこれ水筒にジュジュッと染み込むと、染み込んでると美味しいんですよね。それがまた美味しさ倍増しますね。そうですね、奈良浜町のね、美味しい名物の味差し入れいただいてありがとうございました。でもありまして美味しかったです。ありがとうございました、ね。鮭とさつまいもの炊き込みご飯を作っていきたいと思います。具材は地元奈良浜町産のものを使うということで、さつまいもも特産品、こちらの鮭も木戸川で採れた鮭とほぼ奈良浜町のものを使ってということになりますね。まずね、これ洗ってね、水洗ってちょっとね、浸しておいたご飯、具材を入れていくという、ちょっとしたこういうね、五目的な感じの煮たものをまず入れまして、ふかした奈良浜さんのマイマです。かけて、さらにドドンと木の代わりに入れた鮭、ドドンと入れてしまいましょう。うわー、豪華。最後にこのだし汁をドバッと入れまして、よし、火にかけて炊き込むだけ、簡単です。炊き込んでいきたいと思います。で、大体15分ぐらい炊いて、さらにね、一回ひっくり返して、15分蒸らしたということで、いい感じじゃないかと思うんでね、開けてみたいと思います。さあ、それでは、あちゃ、熱っ、熱々です。開けかな、よし、さあ、来い。さあ、どうで、いい感じじゃないですかね、いい感じで炊き上がってると思います。わー、湯気もほのかに出てますね。今度はこの鮭のカツレツを作りたいと思いますね。揚げ物もアウトドアでね、こうやって手軽にできるということでございます。キドガンの鮭、これにまず衣をつけていきますね。まずこれ薄力粉ですね、全体に。これに卵ね、溶き卵をこうしてつけますと、はい、最後にパン粉ね、これいい感じかな。で、衣がつけましたと、はい。さあ、ということでここでカツレツを揚げていきたいと思ったんですけれども、はい、脇にまたなんかちょっと見られないものが置いてあって、はい、これ鈴木さん何ですか。天神トーチと申します。今から火をつけますが、トーチになります。まあ、いわゆる松明みたいな。松明みたいな、これが万能なんです。明かりにもなる、暖も取れる、お料理する時の火力にも。あ、そうなんだ。そんなに持気持ちがいい。火つけやってみますか。火つけてたら燃やすだけでいいんですか。そうなんです。あ、じゃあ廃材も利用しつつ、はいはい、明かりも暖も取れて料理もできる、はいはい、うん、お写真に写りもいいし、消えたら次回のキャンプにも使えます。トーチにも火がついたところで、私はちょっとカツレツを揚げていきたいと思います。カツレツ美味しく揚がるかな。鮭、よいしょ。あ、いい感じじゃないですか。よいしょ、いい感じに鮭のカツレツが上がったんじゃないかと思いますんで、ちょっと撮ってみますかね。いい感じ、ふっくら上がってんじゃないの。うわ、ほら、お、わあ、美味しそうにしっかりできちゃいましたね。はい、鮭のカツレツ完成でございます。なぜかここにね、福島牛のステーキがあるんですよ。どうやらあの地元の方がまた差し入れをくださったようで、本当に至れり尽くせりでありがとうございます。いただいてみたいと思います。まずはこちらかな。はい、さつまいもと鮭の炊き込みご飯、ちょっとおこげのところと一緒にいただきますかね。いただきます。うん、あ、おいしい。うん、さつまいものこのほっこりした感じと甘みと、鮭もね、結構身がしっかりしてて、うん、ふっくら炊き上がってますね。鮭とさつまいも合いますね。鮭のカツレツ、これもね、いい感じ、ふわふわに上がってますね。うん、
揚げたてでサクサクふわふわ、何もつけなくても鮭の旨味だけで十分美味しいし、びっくりするぐらいさっくりふっくら仕上がってます。いや美味しい、贅沢ですよね。貴重な木戸川の鮭、福島牛のステーキもいただきますか。いやね、地元の方ね、マミースイートンも差し入れで先ほどいただきましたけれども、天神トーチで焼き上げた福島牛もいただきます。柔らかくて味がね濃くて、脂の甘み旨みが封じ込められてて、うん、強い火力で短時間でギュッと焼いたからでしょうね。旨みがギュッと詰まってて、こんなに贅沢なキャンプ飯が奈良浜町でいただけたということで大満足でございます。キャンプ飯も大成功だったじゃないでしょうか。美味しかったです。奈良浜町ってどんな町ですか。こだわりと魅力たっぷりの町で、おすすめスポットはどこになるんですか。ラスピさん、ここ見てください、天神岬スポーツ公園、年間約60万人くらいのお客さん。ここ60万人も。でここですと、ここに立つと、大変緑輝く松林から入る。すぐ下には木戸も、木戸が、ここも海に注いでる、ね、でちょっと先には、J ビレッジのドームがある。あのデコボコ屋根のところが、で広野さんの火力もある海が、ここは観光のスポット一番ですね。道の駅もありますし、木戸川渓谷、漁協もあります、ダムもあります、ジーバースギがあったり、たっぷりいろいろとありますんで、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。で、はい、特産品というとどうなりますか。特産品はですね、今日もこれ今手に持ってますね。一番先に出るのは、これゆず太郎、応援に来てくれましたけど、奈良派というと柚子の産地、名産ということで、まず柚子があります、で、あそこに見えるのがさつまいもの観賞施設、45ヘクタールまでかなりの規模です。なるほど。じゃあ、取れたさつまいもはあそこに保管して、ただの保管じゃなくてですね、旨味が何倍にもなる完熟芋が、あそこに、夏美さんに食べていただきたいな。そうですね、僕はまだ完熟してないんで未熟かもしれませんけどもさつまいもあそこで美味しく美味しくできる、完熟されるわけです。それからですね、マミースイートンっていう、これは名物、トルシエ監督が、おーマミーって驚いたからよ、あのお母さんとおばあちゃんの味だっていう、今大変親しまれてますね。もういろいろ特産品もありますけども、あとですね、やはり東日本大震災から、丸10年経過しましたけれども、復興の様子だったり、あと町民の皆さん、どんな様子で過ごしてますか。もう10年と7、8ヶ月が経ってますけど、当時を振り返ればもう言葉にならない大変な悲惨な状況で、次の日には全町避難、町民が誰もいなくなる、町に明かりが消えてしまった。でそこから今日、本当に多くの方々のご支援をいただいて、奈良浜町は復興をいち早く進めてきて、でこの地区の復興のモデル町だと言われたくらいですから、お世話になった方々に本当に感謝申し上げながら、そしてこれから本当の真の心の復興をみんなで手を携えて頑張っていきたいな、こんなふうに思っております。なるほど。じゃあ町民の皆さん、一丸となって、そうです、これからも復興を進めていくぞと、いくぞ、頑張ってるんですね。そして、多くにお世話になった方々の感謝の意味を込めて、この復興が進んだ奈良浜町においでいただいて、魅力たっぷりの、こだわりたっぷりの町を楽しんでいただければな、それが感謝の気持ちに変わるかなと思っております。はい、もうね、あのなんかもうすべて、杉さん、あの思いを詰め込んだと思いますけど、もし最後にもう一言、PR、何かね、皆さんにお伝えしたいことがあれば、ぜひ、お願いします。奈良浜町はですね、青い海、青い空、輝く緑、そして歴史と文化の町であります。来れば絶対飽きさせません。美味しいものもたっぷりあるんです。そして、住んでる人間の心も非常にあったかいです。心からお越しをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん奈良浜町にぜひおいでくださいね。はい、よろしくお願いします。待ってます。